ーズンはゴリ押しでやられる人とかも多いんですよ、このシーズンは。なんならそのゴリ押しの仕方がでも俺分かってきた。こうあってこう開けんじゃん。だいたいこれいないって、まあ、壁が弱くなったところをこうやってくるんだよね。だいたい分かるんだ。だから狙う時もこうやりながら ここで狙うって感じかな、俺の今シーズンの意識は。スパイダーマンいたらさ、落とせるんだけどさ、あれじゃない、賞味さ、不審な感じ見るんだ。一見取れるように見える。うまいな、この人疲れて見てるわ。うまいね、この人うまい。今日のアリーナの中で一番うまいんじゃない。しっかり止める場所分かってるかも。でも上にね上がりすぎてる、この人。スパイダーで上行ったの。いやスパイダーガチ分かんないよな。スパイダー持ってるからもう上行ってもいい感じの人か。練習なんだからやめた方がいい。うまいんだよね、この人。危ない、やれたわ。このキーブシあえて残します。リューズ氏は向こう側にスパイダーマンで渡るためにあえて残します。まあそこあんのか、建築なかったらスーって言うけど、どう来るか。うまくはめたいけど、さっきみたいにこれで中を狙うっていうね、うっつーやつだなーって時は思ってます。はい、対空エイムはこう、あと対空エイムだっけ。いってー、しっかり見てたな、反転してきた。うまいです、この人うまいです。できた、一対一をしたい。
に勝負をしたいから、ポニーは。うまいな、この人。さっきの人とどっちがうまいんだろう。いや、あの、当ててくるあたりはこの人がうまい。でもさっき見た、囲まれてたら一瞬でやられた感じあった。この人は注意深くやれば、いけるけど、当ててくるこの人は、エイムがいいだから。来るね、これ絶対。そこで別パワーきついな。今ワンチャン囲めたっていう、そのなんでいつタイミング、俺からしたらマジで嫌なタイミングで別パワーが来たのかって感じだ。危な。このやっぱね、囲むのをね、プロとかもね、長く戦ってる間いつか囲むのを狙ってるから、今みたいにしっかり囲んでいきたいよね。いつピースコントロールを成功させるか、成功させるまでにどれだけ時間をかかったか、どれだけ当てられないでできたかとかで、多分大会とかは決まってくるんじゃないかなと思います、今シーズンは。あとは単純なエイムでしょ。今シーズンは半分単純なエイム。マジでどんだけ強い人でもエイムがクソいい人には多分勝てないから、今シーズン。いやー、ちょっと待って、アリーナは楽しいです。自由じゃあ落とす。あの低空からのもっと低空にしたやつがここにいる。うわ、もう一回飛ぶ、それ頭いいね。自分で使うはいっぱいあるから、いっぱいって2枚だから、俺にとって2枚はいっぱいです。何が2枚あるかにもよるけどね。例えばさ、1万円札が2枚あったらいっぱいじゃん。まあ数的にはいっぱいじゃないけど、お金的にはいっぱいじゃん。そういうことよ。みたいな。ダーラコン。ペッパー効いてんの怖いですね。飛び出てくる系ってペッパー効かれると、早くて追いつかないです、ね、反応が。登ってくるのも早いし、運んでくるのも。ペッパーに適してる。能力がある人なら。それ入んないか。俺がヤバそうだね。いや、見てたね今。しっかりと上見れた方に来なかった。夢見れて、しっかりと。いや、今悪いな。実際の量的に上はやばそうだな。やんない方がいいけど、ポニーからしたらデメリットしかないよ。抜かれた？これはやばいな、ワンボックスだけフルピース入ってる。綺麗に決まった。
ゴリ押しでやられる人とか多分多いし、先シーズンより、なんならそのゴリ押しの仕方がでも俺分かってきた。そう、ゴリ押しの仕方が分かってきて、さっきだってこう、こうあってこう開けんじゃん。で、だいたいこの辺に入ってこの壁が弱くなったところをこうやってくるんだよね。だいたい分かるんよ。だから狙う時もこうやりながら ここら辺狙うって感じかな、俺の今シーズンの意識は。だいたい分かってきた。耐久も分かってないけど耐久はガチで分かりません。誰か耐久も教えてくださいませ。なんだー、でもエグだから。奥かこれ、結構怒ったところみたいな感じ。やばこれ、そこで狙われるか。2分の1引けてないんやわ。いや狙ってくるな、あの人しっかりと狙い返したけど、狙ってくるやつは狙い返さないと負けるんで。いやこの辺多分耐えたくなかったよな。体力が欲しい。やるしかないのか。もう一人決めれんね。下とはあそこは分かった。もう一人いるから外を狙うか。まあさっきのところで2球で勝ってみたけど、あーっと一発、これ取り切りたい。ナイス、いいよ。これどれだっけ、スパイダーマン少ないね。くっつく距離だからね、スパイダーマンって。やばい、危な、今撃たれてたら殺されてた俺。あいつ見てるし、しかも危なすぎ、今のしっかり見てる。飛んだ、フルピースは出来上がってる。いや上に抜けるか、今のためにあれだね、あの敵のペッパー効果効いたね。今のはペッパー効果効いたわ。回ってアンチ入って、上からの射線うまく切っていかないとこれ負けるから。落下50はでかいんじゃない、ゲームもいるからね。あやばい、いけるゲームが見えてきた。あれ落ちてそうだけどな、落とす時も1だから。切ける確率に石を取って OK。 ここら辺やばい、あやばい、これあっ、ブッシュの中は壁、よっしゃ頭いい。ブッシュの中は食らわないですよ、落下。今の頭使ったわ。建築も焦ってしなかったポニー偉いわ。今の多分敵これめっちゃ詰めてきてるのは、物資の中落下食らわないことを忘れてて、落下食らったと思ってきてんだよ。これ絶対食らってないんですよ。逆にこのめっちゃもうローだから今行かないとみたいな焦ってきてる敵はカモなんで、逆にこの人50落下食らってるでしょ。だからもう一回落ちるだけな、これ貫通で。よっしゃ頭いい。危なかったけど頭よかったわ。やったレッツゴー。いやー最後の敵50落下食らったから狙ってこないと思った。狙ってきたのしっかり。イエーイ、今度が 1% でもよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは終わりたいと思います。バイバーイ。